松江市総合体育館で行われたバスケットボール教室。コーチを務めたのはプロバスケットボール B1 島根スサノオマジックで活躍する谷口大地選手。2メートル超えの身長を生かしたブロックやスリーポイントシュートなどを武器としています。これはバスケットボールワールドカップが今月25日に開幕するのを前に競技に親しんでもらおうと B リーグが企画。教室には県内外から応募のあった小学生60人が参加し、ドリブルの正しい姿勢やシュートのコツなどバスケの基礎となる技術を学びました。おっしゃ、いや、上手上手くなってる。おっしゃ、惜しい。いろんなことが学べて楽しかったし、谷口選手みたいに身長を伸ばしたり、シュートがたくさん入る選手になりたいです。谷口選手とかが面白いコメントとかをして、教えてくれたのでとても楽しい思い出になりました。言葉として表現するっていうのも、僕たちのおさらいにもなるし、チームでもベテランの選手になってきてるけど、それでもやっぱフレッシュな気持ちで常にコートに立ちたいなっていう気持ちは子どもたちから学んでますね。今回のバスケットボール教室は選手にとっても子どもたちにとっても貴重な体験となりました。